下校途中の小学生5人の列に大型のトラックが突っ込んだ千葉県八幡市の事故現場今日午後菅総理が訪れ花を手向けましたこの事故では小学2年生の川染海人君と小学3年生の谷井優斗君の2人が死亡8歳の女子児童が意識不明の重体6歳と7歳の男子児童が重傷となっています トラックの運転手の梅澤宏容疑者は事故の前に酒を飲んだと話していて昨日過失運転致死傷の疑いで送検されました事故の現場となったのは通学路実は2008年度から4年間にわたり小学校の PTA などからガードレールや歩道を整備するよう要望が出されていましたが予算不足により見送られていましたまあ正直 怒りというか。ショックで、自分のことが蘇ってきましたね。やっぱ9年前が、もうなんか。僕らのあの悲惨な。事件現場でか。事故現場じゃなくて、事件現場がもう。もう頭の中に浮かんできましたね。やっぱ。はい、中江義則さん。九年前、京都府亀岡市で、集団登校していた児童の列に。 無免許運転の車が突っ込み、児童に付き添っていた娘のユキヒさんの命を奪われました関係者だけ、犠牲者遺族、家族だけが、この悲惨なその姿を目の当たりにされて、僕もそうなんですけど、頭の中から消えることがないんです。 それをもともととみんなが考えててやってほしいですね亀岡市では9年前の事故のあと通学路を緊急点検したほか市民の意見などから300を超える危険な場所を洗い出し整備を進めていますがまだすべての工事は完了していません。